ちゃんお待ちしてみようです。ブラックです。ということで今回もセミニングルバープレスにしちゃっていこうと思うんですが、今回はですね、まあ、今、ものすごいね熱いガチャ来てますよね。こちらの、ファンズチョイス、まあ、この選手めちゃくちゃ強いっていう選手ですね。前回はブラホビッチ、紹介したと思うんですよね。この中でも一押しみたいな感じで、今回はですねぜひ獲得してほしいですね。この選手間違いない強さということって、今回こちらですね、アンスファティ。このおもちゃ TV が持ってるファティはですね、旧ファティかな、ファンズに入ってるファティではないんですけど、ただね能力値はほんと変わらないんですよ。この選手ね何が強いかっていうところなんですけど、簡単に言うと足元の技術がめっちゃ高くて、スピード瞬発が乾燥してる。でこれでグラウンダーパス、フライパス数値がものすごい高いスルーパス持ちなんですよね。でしかも確定ダブルタッチが出せると。ファティがぜひですね獲得した際はですね、4213の左ウィングか424の左ウィング、とにかく左ウィングで使ってほしい。ファティがですね1対1になるシーンが多くて、縦にもぶち抜けるし、確定ダブルタッチで外すこともできるんですけど、ファティがねフリーでもらえることができれば、このルンメニゲとか、まあ、ロナウドに対してかなりねいいスルーパスを出していけるっていうのがある。でこれがまずファティの一つものすごい強いところ。ムバッペもね今週来てて、ムバッペも使ったんですけどね、使用感的にはムバッペよりボール持ちやすいんだよね。このウィングで広がっててスルーパス持ちでこれだけの能力持ってる選手っていうのがいないんで、やっぱネイマールでさえねスルーパスとか持ってないんで、持ってないんですよね。スルーパス持ちってね、なんか弾道がちょっと違う、まあプレッシュ見れば分かるんですけど、ちょうどいいパスになる。なんかスルーパスないと伸びちゃったりとか弱すぎちゃったりとかあるんですけど、ファティのパス見てほしいんですけど、ルンメニゲに抜け出し合わせてもうピシッと出していけるんで、今週の、まあ、ファンズチョイスガチャがものすごい当たりの選手多いんですけど、このファティもですねものすごい当たりだし、現実の方でもですね怪我から復帰して、まだリーグ戦残りわずかあると思うんですけど、活躍してくれればね、あのライブアプリとか B とか A できたら、これはもう間違いなくガチスカ、うん、まあ、C 環境でもガチスカに入る強さだと思うんですけど、もうほんとめちゃくちゃ使いやすい選手なんで、ぜひですね、意外とねファティね使ってないとか、前回の工業ガチャ引いてないっていう方も多いと思うんで、あの持ってない方は今回のこのファンズでぜひ引いて当てて、ぜひ左ウィングですね使っていただければなと思うんですけど、まあ、最後ねあのフレマやっていきましょう、はい。さあ、というわけで行きましょう、調子。普通ですね。まあまあいいでしょう。さて、普通とか。今週ね、ライブアップデーがまあ C 環境なんだよね。そう、IM ゴリゴリになっちゃうんですけど、コストもね、意外とね、バーティーそんな高くないんで。ずっと怪我だったからね。そう。ほんとね、怪我さえなければもっと、なんか騒がれてた感じがあるんだけど。そうそうそう。能力値マジで強いからさ。いつもここムバッペ置くんだけど、ムバッペよりね、あの、軽やかなんですよね、タッチとかが。しかし回収、いやいやいや、なんでところじゃない、あ、おー、すげえな、すんげえぞ今のタッチ、今のトラッピング、まず、なに、すごい距離来てる、トラップうまっ、 あ、 あ、いやー、終了ミスった、そう、ってきた、かー、いやー、マジでミスった、まさか、なんのゲームもないとは思わなかったな、マジかー、やらかしたな、今のは完全に
何でしょう。加速買ってくれ、キャンベル。はいやはい。はいやはい。えい。いやちょっとしょうがないな。いや素晴らしい。いやマジか。今の素晴らしかったね。うん。何や急に。いやいや、それは素晴らしいとこ褒めてこうよ、どんどん。相手の人でも。あ、まずい。え、勘弁して。いや、打てないでしょ。もう入るんか。もう関係ない。負けれれ。負けれれ、お前決定力ゴリ低いだろって。まあこれアプリの場合って本当にね、そこら辺結構入るのよ。いやー抜けた抜けたいいぞあさすがにね、くー今のめっちゃいい個人技だったね。どう、ナイススルーパス。いやそれまだでしょ、ちょっと上がり足りないな。おい、ちょっと待って、お前そこ抜け、そこ抜けるかい。パティのスルーパスなんだよね。いや、そこ抜けんのかい。そこ溶け、そこ溶けって感じ。いや、あれね、サイドで、ね、いやいや、終わり終わんな。終わりだろ、もう。あー、なんでだよ。オッケーオッケー。普通に、今の。そんな、最後の試合で、最後じゃん。だからもう、そんなの、あーなんて言う人ないぞ。いやいやいや、あれ大チャンスじゃん。ないよ、あの開幕。このゲーム開幕バカなんだから。奪ったら入るんだから大体。シャラップ。開幕さ入れられるのもさだけど開幕返しできるんだから。いやーでもパッティやっぱいいね、柔らかさ出てるよ。あっ！うわー最悪なパスだ。最高。おファールだろ！おいファールだろ！ティー。おい。どうするかね。下下げる。一回頭使い出す。落ち着きましょう。頭使い出す。まずいまずいまずい。あぶねえ。いやー今回無理か。ドロップキックした方が良かったね。ドロップキックした方が良かったね。お前お前おし先輩やないかい。おーおい先輩やないかい。何このなんか、てか緩いだろキック。何あれ、てかパントキックのつもりは渡したんじゃねえんだけど、舐めとんかと思ったもん。まあパッキー買えなくていいか。ちょっとこれはいただけねえっすよ。マジかよ。あんま決めても嬉しくなかった。なんだこれ、喜ばない方がいい。恥ずかしいこれ。いやいや恥ずかしいことじゃないだろ、別に。おい、どういう球の流れしてるの。プリンシュ。おお、お前え、え、なんで残ったの今。あぶね。おい、取れよ。なんか硬えな。おいおい、くそくそ。パス、いや見た。なんかね、スルーパス持ちってこのパスの臭さあんの、このファティ。ちょっとおかしいでしょ。これ出んだよね、一歩足裏で。いや、くせえ。あんななんかこんなん言えるかね、体が。なんかね、なんなんだろうね、このスルーパス持ちのパスの臭さって。やっぱあるとないので全然ちゃうよね。こう通ですね。めっちゃかけて、はい、いいね。あ、通れよお前。まずい。あぶねえ。わあ最後そっち抜けてくんかい。そのままゴールイン。いやー火力あるなー、やっぱり。えっ、クソ、なんだ。いや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 、何でも
出しすぎ。なんであれ気づきは5点決められてたな。なんだ、まあ、5点決められた気しねえんだけど。まあそういうもんよ、気づいて入ってましたけど、ね、抜けるんかい。おいバッテリー決めてんの、おお決めんないね。ドロップがな、え出んの、集計それ。いやもう終わりやなと思って。いや諦めた早っ。もう5点もやられてるやん、3点差やん。もうラスト、あ終わりか、終わりかー。どうちょっとね、アンス、うん、ファンスはまあまあでもいいスルーパスを出してたね。かなり臭いよスルーパスは本当に。いいスルーパスを出してた。